てきた貴様ならば骨身に染みて理解したはずだ。俺こそが唯一無二、完全無比なる王であり、貴様が仕えるべき相手に他ならぬとな。喜べ宮本より、こたびは貴様の誓いをわざわざ俺自ら聞き届けてやろうというのだ。さあ今こそ誓うがよい、俺の従僕となることをな。は？いよりよ、共に世界を制する旅に出るぞ。働くのはもっぱら貴様になるだろうがな。おお。あれもこれもあまりにあまりで、かえって何も言えそうにないのだが、わざわざ口にせずとも答えは決まっている。そうだろう、より。ああ、その申し出受けよう。うん、そうだ、当然ことを。いおり、今なんと。いや、間違えた。悪いが申し出は受けられない。俺には江戸でなすべきことがある。よかった、私はてっきり君が乱心したのかと。なるほど、つまり力ずくで従わせてほしいと。この清絶な気配、剣気とも殺気とも異なるが、あまりに甚大極まる王の器のそれ、尋常ではない。お礼の心中を拒むというのならば、それに値する力を示してみせよ。無論二人がかりで構わんぞ。さすがに雑種一人では勝負にならん。まさか俺が鬼人への仕官を断ることになるとは。切り抜けるぞ、セイバー。うむ、遅れを取ってなるものか、ちりめん丼や。ちりめん、ああそんな設定だったか。もはやいらぬ設定だがな。では場所を変えるぞ、雑種ども。さすがの若旦那も店ごと吹き飛ばすつもりはないか。ま、鳥越神社あたりでよかろう。あそこは元より人気もない。ああそうだ、五体無事で済ませたくば、決して準備は怠るなよ。はぐれとしての弱体化があろうと、俺は俺、凡百の雑種どもがおごればたちまち死するのみ。準備と覚悟が済み次第知らせるがよい。あまり俺を待たせるなよ。英雄王直々に相手をしてやるのだ。光栄にむせびなけ、雑種ども。やったようやく今までの鬱憤を晴らせるぞ。鬱憤とはなんだ、鬱憤とは。その威勢がいつまで持つか見ものよな。よいか、スカンピンの雑種ども、財とはこうして使うのだ。ゲートオブバビロン。これをくれてやる。ミンさん、了解。一振り一振り、全てが防具だと。まともに受ければひとたまりもないぞ。
奴は大技を放つぞ。さよ、引導を渡してやろ。押し切れ。
我らが刃突き立てる。よっ、シノブ肩ランサー、はよ、火の肩、おいだ、活目せよ、頼む、わかった、我らが刃突き立てる。ほう、なかなかどうしてあがくではないか。今日が乗った。貴様らに我が力の一端を見せてやろう。若旦那め、まだ本気ではなかったか。そこ知れないな。だが彼とではぐれ、本調子ではない。畳みかけるぞ、セイバー。くれてやる。頼む、任せな。とどめだ。顔色が悪いぞ、ユリ。しっかり手当てしておけ。澄み渡る天のごとく、見切れまい。こっちだ、任せろ、行くぞ。くれてやる。待っていろ。
よい、よいぞ。ますます貴様らが欲しくなった。まだ余力を残しているのか、セイバー。待っていろ。ふざけたサーヴァントだとは思っていたが、これほどとは。興味持ったぞ。あれを見せる。来い、任せろ。待った、終わりだ。やめろ。来い、待っていろ。出番だ。待っていろ。くれてやる。これはどうだ。思うがままよ。大技が来る。構えろ。任せろ。行くぞ。引導を渡してやろう。覚悟は良いか。分かった。我らが刃突き立てる。見えた。食らうがよい。今行くぜ。受けてみろ。ランサー、はいよ。押し切る。食らうがよい。弱いな。無駄だ。頼む、ちょいと待ってな。とどめだ。好機、すかさず追い打て。力を借りる。今行くぜ。ここだ。ランサー、ちょいと待ってな。見えている。かりそめの霊気とはいえ、よもやこの俺が退けられようとはな。面白い、面白いぞ、宮本伊織。そしてセイバーよ。どうにか切り抜けたか。はあ、もうやたらに疲れたぞ。ふん、ならば貴様らにおもちゃは預けよう。義の勝者となって好きに願うがよい。貴様らはそれだけの力を示した。まがいものの義にとんだ珠玉が混交していたものだ。つまりひとまず諦めてくれた。何を言っている。俺が貴様らと共に旅立つかどうかは、義の果てを見届けた時にまた考えるとしよう。なんだそれは。そうだ、俺を退けた褒美をやらねばならんな。我がとっておきを貴様に授ける。それを用いて義に敗れるなどあってはならぬこと。いいな。ではさらばだ。行ってしまった。うむ、行ってしまった。まあくれるというのだから、せいぜい活用しようではないか。存外良いものかもだぞ。